タイミングよく上手ひねりといったね、極体勢の持ち味が出ましたね。はい、さあ満員の館内がまた熱気を帯びてきました。宇良登場です。しかも相手はベテランの安美錦。宇良8勝4敗安美錦は4勝7敗。左アキレス腱断裂からこう復活の階段を上っている安美錦。西の十両7枚目、白星が一つでもこう欲しい、上積みしていきたい安美錦。先場所初めて両者アカウントあって、その時は引き落としで安美錦が勝ちました。まあ宇良は頭低いんですけども、はい、前にあまり落ちませんよね、まあ、その中で先場所は安美錦の引きに落ちたと、はい、さあその先場所のですね、取り組みをそれではここでご紹介しようと思います。張ってという相撲だったんですよ。右で張って少し前に出て相手が頭を下げてくるところを下がって押さえつけたと。安美錦はこの自分より低い立ち合いの相手に対してこの張り差しですよね、はい、この張り差しといっても下からこの突き上げるような張りですよね、これをたまにこう出すんですけども、出しますね。これがこの宇良がですね、はい、先場所そういうの初めて味わったと思うんですよね。それでこの今場所、先場所の相撲があってのこの立ち合いを感覚して、感じての今日の相撲ですから、はい、まあ、裏もいろんなことを考えてると思いますよね。はい、安美錦はどうでしょう、相手がそれを意識しているという中で、はい、どういう立ち合いを選択するかですね。やはりね、まあ、本人自身も今場所こう調子はね良くない中で、はい、まあ、相手も調子がいいというところで、まあ、立ち合いおそらくまた同じようなね立ち合いで来るんじゃないですかね。下から張ってきますか、はい、まあ、それに裏が対応できるか、はい、まあ、前に出る圧力はね裏はもう増してますから、はい、安美錦も簡単にはこう叩きもね簡単にはできないと思うんですよね。叩いても落ちないでついてきますからね。そうですね。昨日も山口のこう足を取りに行って相手が嫌って叩いてくるところついてきました。立ち合い、裏はかなり下がってます。頭でいきました。うんと、はたきは空振り。もう一回はたいた。右からすくった。裏は残る。裏が今度ははたいた。送り出しました。裏の勝ち。9勝目、9勝3敗。安美錦4勝8敗と負け越しです。やはりこの裏は先場所の相撲が頭にありましたね。ただいまの決まり手は立ち合い、まともにしっかり当たっていく立ち合いではなくですね、はい、その張り差しを意識した立ち合いでしたね。これ後ろに下がってたのは手が届かない位置ですよね、うん、そうですよね、そしてこのもろ手突き気味に両手をこう出していきましたね。なるほど。いつもこう左を刺すというか頭を下げながらね左を出していくんですけども、はい、手をこうやや出しながらですね。そうですね。あ、まあ、これで安美錦もちょっとこう立ち合い、あ、これですね、はい、やりにくかったかもしれませんね。安美錦はしかし頭で当たって、はい、押し込んでのこのはたきからこのすくい投げ、うん、わあ、裏しかしよく残りましたね。そうですね。流れとしては安美錦の流れでしたけどね、はい、ここで流れが変わって送り出しました。まあ、安美錦のはたきも強烈なんですけども、はい、まあ、頭にも入ってますし足腰もいいですからね、裏はね、はい、